今日はですね、こんな感じで、すげえいい天気なんで、でちょうどね仕事のものがまだ届かないので、これからこいつを取り付けてみようと思います。これね、スキャットのクイックドラッグシフタースキャットなんですけど、まあ今、まあ、当然これはあの僕のビートルにつけるんですけど、今ねハーストがついてるんですけど、お客さんからせっかくいいエンジン積んでるんだから、フィーリングはねすごくいいやつにした方がいいよって言われて、まあ確かにそれはそうだと思いまして、でいろいろシフター見てたら、まあジーンバーグのやつもこう T ハンドルのボタンを押してねこうやるやつなんですけど、リバース入れるときにボタンを押すやつね、でなんかどうせならもう市販で一番ストロークが短いやつにしようと思って、でいろいろ見てたらどうやらこのスキャットのこいつが、一番市販のでストロークが短いみたいなんで、まあちょっと、いろいろね探してみたら中古で、1万円ぐらいでしたね出てきて、でなただここの形状が2種類あって、ストレートのタイプとアングルついてるやつとあるみたいで、なんか両方つくみたいなんですけど、僕のはどっちがどっちかよくわかんないんで、とりあえず買ってみました。で右左は共通なようなんで、このね T バー俺あんま好きじゃないんで、これは今ついてる、あの今ついてるノブは65年の純正の白いノブなんですけど、あっちにとりあえずして、本当はもうちょっとでかい純正より丸がでかいやつがねいいのかなと思うんですけど、まあとりあえずこれねちょっとつけてみます。シフターです、よくあるハーストノブだけ、今ちょっとねブーツのカバーを外すとこんな感じになってて、なんかちょっとね下調べしたらこいつが割れることがあるらしくて、ハーストもしついてる人はこの白いプラスチックプレートちょっとチェックした方がいいかもしれないですね。ここ割れると多分ガタガタするだろうから、じゃあちょっとこのレジ12ミリ2本かな、ちょっとこっちについてるから取ってみましょうか。あら13か、しか回せないスパナで、ちょっとこれでね一回やっとシフターつきました。頭はねあれです、前のやつです、6号の純正ノブ、これねどうなんすかね、さあどんな感じか、ここはね悪くないですね、使いやすい、
以上ショートストロークになったらもうちょっとなんかおかしな感じ。ジョイントのところにね、油くれてないからなのかわかんないんですけど、ちょっと様子を見てみます。あと、やっぱりハーストとちょっとこうストロークの位置っていうのかな、量が違うんで、たまにね今どこにいんのかわかんなくなるっていう症状が、まあそれは僕の慣れの問題かもしれないんですけど、があるんで、そういうのさえクリアできていけばすごく市販の中じゃ多分一番、もしかしたらより一番スポーティーなシフターかもしれないんで、スキャットまだ新品で買えるのでフラットフォーさんとかでも売ってると思うんで、気になる方はチェックしてみてください。